空いてて。はい、そんなわけでこの日はですね、仕事が終わってちょっとね、もう強引になんですけど夜の8時ぐらいからキャンプをして、なぜこれ強引に来たかというと、翌日がですねこれ休みなので次の日ゆっくりできるなと思って、ちょっと強引ではありますが来ちゃった。でね、前回キャンプ行った時にメインのね、明かり LED ライトをちょっと忘れて帰ってしまって、一番明るいやつがないんで、今日はねちょっといろいろこういうオイルランタンとかそういうのを総出動させて、そんな中ですよ、これ提灯ランタン、これです。もう苦労して出来上がった新作なんですけど、このアルミの容器にね、あれも専用のアルミ容器を作っております。で、この LED の提灯ランタンなんですよ。明かりの調節もできるし、揺らぎモードもついてます。で、この提灯がですね、まあもちろんこの提灯の中に、LED ライトを仕込んでまして、まあ明かりがつくという仕掛けなんですけれども、この提灯がなんと京都にある高橋提灯さんっていうところに作ってもらってるんですが、そこの高橋提灯さんがすごい由緒正しい提灯屋さんで、なんと浅草の雷門の有名な大きい提灯ありますよね、あれを作っているところです。だからめちゃくちゃ提灯としてもすごいものですし、で中に伸び縮みさせるためのこのバネの特別な機械が入ってるんですけど、それもねこれ用に特別に作ったものです。いい季節になってきたな。ねえ、ちょうどいい。ちょうどいいや。ちょうどです、はい。はい、お疲れ様です。はい、あば。こんなん持ってましたっけ？前ほったらかしの時にデビューさせたやつ。うん、ガスランタン。今日はもうこじらせパンでゴリッと分厚いステーキを焼いていこうと思います。もうバターたっぷりでバターの風味効かせて焼こうと思っております。マッシュルーム切って、はい、半分に、はい、ありがとうございます。よし、この肉でかいぜ。行きます。もう全部いっちゃう。はい、ニンニクスライスで。さあ焼いていきます。いつもやったらこのこじらせパン、鉄のフライパンなんで使うときはめちゃくちゃ熱してから使うんですけど、今回ね、あんまりにも熱しすぎるとバターが一気に黒くなっちゃうので、まあほどほどにして、でバターをたっぷり、これ一かけ一かけ切れてるバターなんですけど、これをね3つか4つぐらいいったかな、もうたっぷりのバターでいきます。であまり高温にせずにゆっくりゆっくり、やっぱお肉がちょっとね今回分厚いので、あまり強火にすると表面ばっかり焦げちゃって中が火通ってないというような状態になりますんで、あ、やっぱりバターは4つですね。ゆっくりゆっくりと火を入れていく、だから割とね長時間焼きます。で焼きながらですね、このバターをお肉にかけながらですね、まあフレンチの技法のアロゼという、技法らしいですけども、バターをこうスプーンでねお肉に優しく、かけ湯のごとくね
バターをかけながらかけながらゆっくりゆっくり焼いていきます。でニンニクもね、やっぱりこうバターとニンニク香り出しながら、ちょっとね、ほらこれでもちょっとまだ火が強いね、ジュワーってなっちゃうでしょ、あんまりジュワーってならないように。さあお肉を乗っけていきましょう。でかいですね、これちょうどこじらせパン24センチなんですけれども、そこの底面の直径にちょうど合う、いいですね。塩コショウだけね、お肉はしてますんで、もう塩コショウとバターとニンニクでも十分です。これをじっくりと焼いていきましょう。まあ、もうちょっと多いぐらいかな。これの倍ぐらいかな。どのぐらい？1センチ。ああ、スポーツ狩りぐらいってこと？そうですね。スポーツ狩りよりもっといってる感じ。あ、そうなの。1センチって結構中途半端じゃないの？そんなことないの？マッシュルーム、はい、まあ確かにな、1センチにしてみたらハゲ取れないかっていうもう取り返し使えんもんな、それもそれは怖いな、はい、
それでも美容師さんにさ相談したらええんちゃう、これハゲてますかねって、これ切ったらハゲますかねっていうの美容師さんだったら分かるんちゃう、大体このぐらいやったらどうなるか。言われたら、あかんって言われたらハゲとること。まあそうやな。ハゲてますねっていうことやろな。いや俺中学ぐらいの時に一回スポーツ狩りぐらいのやつした霧霧やな。最長は最長はなんかほんまにロン毛一歩手前みたいな。へえ、大人になってからで芸人始めたばっかの頃。芸人始めたばっかの頃俺も福田も両方ともなかったから。なんかせやな、多少ロン毛ブームではあったな。伸ばすとか伸ばすとかないでしょ。ない、ね、髪の毛どうすんの、髪の毛長いしさ、うん、いいや前髪ってもうヒリアーってですね。それ年やろ。いやでもそれこそやっぱりおっさんってもう中途半端なロン毛できへんやん、うん、そうですね。その腰とかがないからさ、へなってなってさ、ちょっと前髪にかかっていい感じとか、あれって若者しかできへんやん。神が元気な。よし、行ってみようかな。よし。感じ、いい具合。うわうわ、いいぜ。うわいい、うわいいぜこれ。うまい。バター効いてるね。
富士山ってね、うん、豚肉全然食わないですね。え、食うよ。キャンプの時もたまに、ね、そしたら豚焼きます？危ないで。鶏と牛めっちゃ多くないですか？そうやな。豚3位ってことですか？いやいやいや、単純にキャンプの時に作る料理の関係というか。豚何位ですか？2位。あ、じゃあ3位が鶏。うん。焼き鳥より焼き豚の方が好きなんですか？いや、とんかつ。焼き豚よりは焼き鳥が好き。とんかつが好き。焼き鳥かとんかつやったら、うん、とんかつ。とんかつ。今でもとんかつ。うん。とんかつって結構ね、重くなってくるじゃないですか。どうしたら、ね、全然とんかつ。まあ、それは焼き鳥の気分の時ももちろんあるけど。うん、揚げ物好きですもんね。うん。好き。揚げ物は好きね。フライ好きですよね。好き。親が嫌いなもんで好きなもんとかあります？どうやろう。なんかその家で出えへんのにこれ好きなお前だけやなって僕言われてみたらあんまないかもと思って。でも俺も別にないっていうか、親がこれ嫌いって言ってるの見たことがない。へえ。じゃあもう家族で椎茸玉ねぎを食べるに徳井さんだけがあかんってことですか？うん、そうやな。へえ。マッシュルームうまいな。ね。しいたけ食べれへんってかわいそうですね、ほんまに。全然。マッシュルームよりもっと味しますよ、しいたけって。いや、もうその人が食えへんものなんで美味しいのにっていうのを。それ人生半分通してなんですよ。出た出た。なんか嫌な経験あるんですか、入ってもうたとか。俺の記憶の中で一番最初に椎茸がっつり食うたんが外食やってん。何歳ぐらいか覚えてないけど、だいぶちっちゃい時になんかカウンターの居酒屋みたいな、うん、とこに家族で行って、で椎茸出てきて、言ったらカウンターやから板前さんいて、うんうん、その人の目の前でゲロ吐いたこと。何もわからんと食ってもうてゲロ吐いて、もうそれ以来食えへん。どっかチャレンジしてないですか？いやいやいや、何回かしてるよ。でなんかロケとかで、うん、椎茸狩りのロケみたいなとこも行ったことあるし、うんうんうん、でも買ったばっかりの椎茸はうまいから絶対いけるみたいな言われて、いや全然いけへんやみたいな。多少マシではあったけど、いや、なんか全然違うことはないなっていう。しいたけやんっていう。でももうその一応頑張ったら食べれないことはないんですね、もうもはや。まあ頑張ったら。風味もダメなんでしたっけ？しいたけはもう全部あかん。しいたけには申し訳ないけど。なんか僕の友達もね、しいたけ無理な子がいてて、うん、ね、煮物も無理なんだって。もう煮物なんか一番椎茸のあかんとこ出るから。あの筑前煮、もう筑前煮が一番やばい。いや、僕なんかその椎茸の、そのそんなにもいろんなものが入ってるわけじゃないですか、うん、レンコン、あの人参なの、いろんなものが、うん、ほんまに筑前煮は一番あかん。この肉ずっと柔らかいですね。なあ。ウッドブリッジ。発売。初です。1200円ぐらいだった。
スーパーにしちゃう高いいい値段やな。あ、どうす。うわ、明日ゆっくりやからなんかええな。うん、まだこれで肉ですよ、うん、うん、うん、うまいね。もともと何でした？もともとは成田空港の駐車場。駐車場？向こうに成田空港があって、うん、あるやん、空港内の駐車場とは別になんか臨時のみたいなが点々とあって、多分ここが一番端っこぐらいの駐車場で、それをここのオーナーの会社が川発展、うん、へえ、そうかそうか。大丈夫ですか？乗り物酔いせえへんのよ俺、ね、あれですね、基本三半規管も強いんですね。うん、あんまり船酔いとかもせえへんし。どうなってるんですかね、ほんまに。どうなってるん、どうなってるんねやろって思いません、たまに自分って。人がこんなんしんどいですねって言うて、しんどないけどなっていう、うん、そんなにしんどないけどなはある。でもかといってじゃあ、うん、マラソンとかめっちゃ疲れずに速く走れるかって言ったらそんなことないね。全然普通、それは普通やね。その風も備え期間、体も結構丈夫じゃないですか、うん、どれやってるんですか？めちゃくちゃ健康的な生活をしてるわけでもないじゃないですか、うん、結構なジャンクフードも食ってるし、ね、もうええ加減食に気ぃつけなあかんなっていうね、年でもあるのにね、うん、でもあれちゃうのやっぱ このぐらいの年齢からいろいろ出てくるんじゃない？僕は出ないと思います。出ないことないやろ、やっぱ何かしら。なんか体最近ガタきたなっていうのは何ですか？いやー、そった以外目ぐらいやと思う。目、目、あ、老眼が、老眼とか、うん、でもまあそこまで老眼でもないけど、目の疲れみたいなのは唯一あの感じる時はある。肩こりもないんですか？ない。肩こりも腰痛もなんか何もない。腰痛もない、ない。寝れるし寝れへんかったことないし。盲腸とか、盲腸どうなしたんですか？え、盲腸、盲腸なったことないよ。あ、じゃあまだ残ってるんですか、うん、あ、でも肺気胸って言って肺には泣くやつが1回だけある。言うても大人になってからですもんね、19、うん、小沢さんがネットニュースで最近何かの番組で、あ、デラックスやろ、あ、いい判定けど言ってない言うて、あ、ヤフーニュースになって、あ、でコメントとか言ってみてたら、顔色やばいですよ、この人みたいな。オサはマジ不健康な暮らししてるもんな、うん、毎朝、あれもう治ったんかな、毎朝起きたら心臓痛いっていう。あれやばいやろ。でも、あいつ夜中とかさ、なんかハンバーグ定食みたいなのガーって食ったりするやんか。食うてます。だから胃腸が強いんやとしたら、うん、結局胃腸強い人って健康やから、うん、胃腸強いのと、うん、睡眠で取れるの人は結局強いんやと思うんだけど。だからビフィズス菌がとかさ、いろいろ言うのも結局腸内に作用するっていう、腸を良くするやつやん、腸、いいかな、腸かな、第二の脳と呼ばれてるんですよ。
言うたら腸が調子悪いと調子悪い調子その脳にもね作用するって、うん、調子悪いしんどいなってなる。腸が調子いいとその体全体が調子いいから、うん、脳もいい感じみたいな、うんうんうん、第2のシリーズいっぱいあるよな足の裏は第2の心臓とかさありますね。心臓やったっけなんかありますありますあります。どこどこは第2のみたいなのめっちゃあるよな釜玉うどんやろうと思ってたけどこれもう無理やな。腹パン、腹パンですか。腹パンやわこれ。明日チャーハンと釜玉炭水化物祭りする、はいはい、炭水化物、炭水化物、関西人やから、要リングスとね、要ね、うん、炭水化物に炭水化物ってって言われるじゃん、いじられがちじゃないですか、うん、お好み焼き定食みたいなやつやろ。定食なんであれパスタにパン言わないんですかね。ああ、ほんまやね。でもあれちゃう、あイタリア人はパスタにパン食わへんのじゃん。食うかなパンはでも基本置いてあんのか。置いてますね。でもなんかレストランとか行って、うん、そもそもイタリア人ってなんかパスタってメインの日本人でいうご飯みたいな、うん、チャーハンみたいなことじゃない。ないんですか。ないねん。でメインでお肉とか魚とかがあって、うん、なんかちょこっとパスタ出るみたいな。日本人みたいにパスタをメインとして食ってサラダとかじゃないねんて、うんうん、へえ。初めて聞いた。へえ。だから麺もパスタやし、こういうマカロニもパスタや、はい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 、っていう感じみたいよ。なんかどうやら。へえ。あっち行ったことあるんでしたっけ。ミラノはある。あっちのパンってめっちゃうまいって言うじゃないですか。ちゃうって、ほんまにほんまにちゃうって言うじゃないですか。パンそんな覚えてないな。あ、そうなんや。でもやっぱ小麦とかもやっぱちゃう、まあ、小麦がちゃうんやと思うよ。空気、うん、まあ湿度とかもちゃうからあれやと思うけど、多分一番は小麦やと思うけど。おやすみなさい。現在7時。そろそろ秋ですからね。気候もちょうどいい感じになってきて、そんなに朝が来てもなんかすごい暑いとかではなくなってきましたね。ちょうどいいですね。ちょうどいい。でちょっと今日はね、久々にキャンプの翌日休みっていうパターンなんで、キャンプの翌日っていうかキャンプ休み仕事終わってキャンプ来て、で今日が休みのパターンなんでゆっくりです。ちょっとゆっくりして、コーヒーとかガリガリやろっかな。牛乳がないからな。あそこの自販機牛乳っぽいもん売ってるかな。まあ、ちょっとゆっくりして、で昼ご飯にチャーハン。でもいい天気でよかった。昨日の夜肉しか食ってないから、今日の昼は結構食べれそうですね。とりあえずブラブラ起きようかね。
なみにこれ新しく出た燃えにくいブランケットです。これ焚き火の時とかにもここの生地がすごく燃えにくい生地になってるんで、ちょっと火の粉とか飛んできてもこう燃え広がったりしないんで、多少まあそれは火の粉飛んできたら汚れたりはするんですけど、燃えにくい素材となってます。裏がですねこういう起毛になっててすごいあったかいんで、これから秋冬にはぴったりかと思われます。だからちょっとあの焚き火とかの時にちょっとこう下半身寒いなとか、こう上半身にこうかけるとかがすごくいい感じに使えると思います。でですね、一応この肝のところ、この縁がねちゃんとこう肝ではなくなっている部分があるんですけど、こういうふうにこれ焚き火してる時とかに膝にこうかけたりとかする時とかに足にねこう地面にどうしてもこう下のところがついたりとかした場合、この肝のところ汚れるの嫌じゃないですか。なので下につきそうなところは肝じゃないような仕様にしてます、はい、こっち側も下につきそうなところは肝じゃなくしてますんで、で汚れたら家でガンガン洗濯してもらいます。これめちゃくちゃあったかいです。これちょうどこの1枚羽織んのにちょうどいい具合の感じなんで、よかったら皆さん。全然やった。風がちょうどいいですね。だいぶ暑かった。いや、さっきから暑かった。暑くて目覚めて、いつから暑かったか。これメッシュにしてもいい。はい。そう。今日はゆっくりやからええな、はい、あ、そのつなぎゴードンミラーのやつやん。そうなんですよ。うわえ？いつ？朝起きた時から？何が？あれ？今日はそのあれ？これ出ました。何ですかそれ？オールインワンクリームとフォーミングフェイスウォッチ、はい、フェイスウォッシュ。あ、お前マークついてる。そう、これがオールインワンの方が、はい、もうこれ1本つけときゃ、はい、例えば朝起きて、うん、顔洗ってこれ1本つけるみたいな、はいはいはい、もうこれだけで全部なんか美容液と か, なんか化粧水とかそういうのも全部入ってるから、これをつけとくと、はい、このフェイスウォッシュ
出すやんか、はい、こういうのでね、これでこうやってったら、はい、あわあわなってくんねん。真っ黒になってますよ。眉毛のやつか。はい、うん、あわあわなってきて、はい、これでちょっとほっといて、ほっとく、そう、へえ。キャンプの時とか水場遠いとかさ、うんうんうん、の時とか。わーってなってくんねんや、うん、でも水なしでもうこれで拭くだけで落ちるっていう、ちょっとまあ結構眉毛があれやからあれやけど、これで洗顔完了っていう、それやった後にさっきのやつやる、これやった後にオリマンクリーム塗って、はいはい、みたいな、もうそれでそれだけで完了するっていう。眉毛取れた？取れてん、そんなに違和感なかったんかな。いつも取れてますけど、そのぐらいの薄さやったらまあ、はい、これでもうさっぱり。へえ、これ便利なんよ。でですね、このオールインワンクリームをといていただくと、これは新商品なんですか？そうなんです。俺の知り合いのメイクさんと一緒に作って、美容成分とかがすごいたくさん含まれてて、俺な、まあなんかこれ塗ったらなんか治りますとかは、うん、薬事法があるからはっきり言えへんねんけど、うん、俺ここデコン、ここがさずっとカサカサやってんやん、うん、あるもう 40過ぎたあたりからずっとここカサカサで、うん、なんか何塗っても全然治らへんかったんけど、うん、これ塗ったら治ってんやん。へえ、だからこれのおかげで治ったのかなんか分からん、体調が変わったのか分からへんけど、うん、なんかめちゃくちゃいい成分がいっぱい入ってるから、すごいいいやつです。まあ男性も女性もね、男性も女性も、もともとそのメイクさんは女性用の化粧品作ってる人やから、はいはいはい、もちろん男性も女性もいけます。酒チャーハン、そんないらないですね。でももうこうとこうと、あ、もう全部いった、いってないです、半分です。全部ぐらいいっていいよ。全部いっていいですか、うん、
仕掛けを。では、まあ一回抜けて。うまい。うん。うん。うまい。うん。うん。そんなことないやろ。
2回目ぐらいです、うん、最初の方に半額もんなくないですか、うん、チャーハンと高菜チャーハンあったら高菜チャーハンで言うかな。